読書や、映画鑑賞っていう感じですかね。サスペンスとか、あと、探偵ものとかが、非常に、好きですね。テレビドラマとかも、そういうものを見てたりっていうのはしますし、そういうものに興味ありますし、歴史小説も時々読んだりしますが、幕末の頃のですね、歴史小説とかを、好んで読んだりしてます。なんか先生のおすすめの映画とかありますか？そうですね。どうなんでしょうね。学生さんはよく攻殻機動隊とかを見ているし、キアヌ・リーブスが出てたマトリックス。マトリックスとかですね、やっぱりSF 系のかな SF 系で特にノーとつながってるとか、サイエンスフィクションで、例えば時間を、最近も、なんだっけ、ペデンシやってて、なんかこう時間を操作するっていう、外国映画があったと思うんですけども、そういうものが、見てます。僕も結構そういう先生方結構好きで 結構マーケット隊とかまたいくつも見てて面白いですよね。やっぱそのちょっとこう半分ウェットで半分なんかこうコンピューターとつながるみたいなそのうです。好きなんですよ。あと、昔で言うとあれですね、X ファイルとか、あと、あの系の 話ですね。ちょっと怖くて、ちょっと、おどろおどろしいところもあるかもしれないですけども、学生時代は、横溝正史とか読んでたんで、そこら辺をこう、ネットで調べればどういう 趣味があるのかっていうのが分かるかもしれないですけども、どっちかって言ったら、ただ単におどろおどろしくなくて、その裏にはサイエンティフィックなものがあったり、心理的なものがあったりっていうのが、比較